カグラはかつて存在した日本の映画館である。成立年代は不明であるが、三重県伊南郡松阪町に存在したアタゴ座を1897年にアタゴ町69番地に移転、カグラと解消したのが起源であり、当初は歌舞伎を上演できる芝居小屋であった。1921年に映画館に業態を変更、この頃重大であった。 小津安二郎が熱心に通ったことで知られる。旧漢字表示家グラザ。小津安二郎が少年時代に同館で見た映画、銅グラスの万有の米国版ポスター。成立年代は不明であるが、古くから三重県伊南郡松坂町のあたご山流泉寺の近辺に存在したとされる芝居小屋、あたご座を1897年。 同時の三門の正面近くに位置するあた町町69番地に移転し、かぐら座と改称したのが起源であるとされる。かぐら座という館名は、流泉寺の脇にかつては、かぐら坂と呼ばれる坂があり、坂の名に由来したとされる。同館は、愛いおい座とともに、伊勢松坂の芝居小屋としては著名であった。同年6月、初代、市川佐丹寺が、名古屋のみその座での公演を終えて、 次に乗り込んだのが、伊勢松阪町あざあたご町の神楽座であるとの記録が残っている。この頃、駒田義弘がシネマトグラフを携えて、サイレント映画の上映を同館でも行っている。当時の同館の経営は、貸し座式の主人連が共同出資して行われていた。同館は歌舞伎等の芝居のほか 演説会にも使用されており、1913年1月28日、尾崎幸雄らの県政用語会による県政用語演説会が開催されている。1921年に内部を改装し、映画館に業態を変更した。後に、小畜鎌田撮影所に入社して、映画監督になる小津安二郎は、当時、同館資金に住む旧姓、三重県第四中学校の生徒であり、 同年すでに同館に通って、ウィリアム・エス・ハート監督のアラスカの地獄犬、レオン・ドラモート監督の迷路の秘密、ジョン・エマーソン監督のドーグラスの番友等の作品を同館で見た記録が残っている。1923年には、オズは東京へ転居。1925年の同館では、東亜・キネマの上映館になっていた。1927年前後には、 同館は、後藤藤雄の個人経営になっており、配給系統も日活及び巻のプロダクション作品の上映館になっていた。1932年前後までは、松阪町唯一の映画館であったが、1940年前後に朝日館が開館し、同じ頃に芝居小屋の友江座が映画館に転換している。この頃までには同館は、 渡辺正夫の個人経営に変わっている。第二次世界大戦の終了後も、朝日館、友江映画劇場と共に引き続き映画館として残っており、1951年11月、小津谷二郎が脚本家の野田光吾と共に同志を訪れた際に、同館の前を通りかかり、野田に対し、この紙落座がなかったら、僕は映画監督なんかになってなかったかもしれませんよと、語ったという。 同年12月16日、同市内のあたご町、平尾町を襲った昭和の松坂大火により全焼、閉館を余儀なくされた。この時、火元となった小津の出身校である松坂市立第二小学校は、もちろん小津の松坂時代の家も、その後、道館が復興することはなく、国道42号の整備により跡地の大部分が、その道路敷期となって消えた。 神楽坂と呼ばれる坂もすでになく、道は平坦になっている。2002年12月12日、オズの松坂時代の家の跡地に、オズやスジロー青春館が開館したが、同館のデザインは、オズが通った、大正時代の神楽座をイメージしたものとされている。ありがとうございます。